皆さんこんにちは、ゆうかです。今日は久しぶりに本の紹介をしたいと思います。前回原田マハさんの本を紹介してから随分日が経ってしまって、お待たせしてしまってすみませんでした。今日紹介するのは小説とかビジネス本ではなくって、エッセイとも少し違う気がするんですけど、例えば何かに迷っている時やつまずいてしまった時には道しるべのようなものを、楽しい時や満ち足りている時には新しい発見を見出すことができるような、どんな時にも私たちの心にそっと寄り添ってくれるような本です。おすすめの本を一冊一冊紹介するというよりかはシリーズをまとめて紹介するというような感じになると思うんですけど、よろしければご覧ください。でまずこの4冊は糸井重里さんが午後日刊糸井新聞というウェブサイトに投稿した原稿やツイートをまとめて1年ごとに5日から出版されている小さい言葉シリーズというシリーズの本たちです。糸井さんは私が大好きなマザーというゲームを作ってくれた人で、5日の代表をやられている方です。隣のトトロのサツキとメイのお父さん役の声もやっていたり、数々のジブリ映画のキャッチコピーを手掛けていたりと、私の大好きなジブリ映画との関わりも深い人です。私は幼少期に兄から借りたマザーがきっかけで糸井さんのことを知って、でその後ほぼ日を知りました。私の人生の傍らにはいつもほぼ日や糸井さんの言葉がありました。これらはそんな糸井さんの言葉がたくさん詰められている本です。でこのシリーズは現在で14冊出ていて、私はまだ全然持っていないので少しずつ集めているところです。中身はたった1文だけのつぶやきだったり、数ページにわたる文章だったり、またまた詩のようなページがあったり、写真だけのページがあったりと、ジャンル分けできないようないろいろなページがあるんですけど、結構印を私は結構たくさんつけちゃっています。私は割と自分の所要している本は折り曲げてしまうタイプなので、直接こうやってページに印をつけてるんですけど、ページが折り曲がりまくっていますね。でただこのシリーズの説明だけされてもよくわからないという人も多いと思うので、少しだけこの中にある言葉を紹介したいと思います。例えばこの思えば孤独は美しいというタイトルの本、これは2017年に発売された本です。でこの中の64ページ目に坂本九さんの上を向いて歩こうという曲についての文章があるんですけど、糸井さんが夜中にアイスを買いに行く道すがらになんとなくこの曲を歌ってみたら、今まではてっきり明るい歌かと思っていたけどそうじゃなくって、本当はとても寂しい歌だったということに気づいたという話が書いてあります。でこの上を向いて歩こうという曲はあまりにも有名すぎて、私も歌詞の意味を確かに考えたことがなかったなって思うんですけど、前向きな曲名と明るいメロディーにはとてつもない寂しさが込められているというような、新しい発見に気づかせてくれるお話でした。でそういう新しい発見を糸井さんはひけらかしたり押し付けようとするのではなくて、ね、ちょっと思ったんだけどさというような親しみやすさがあって押し付けがましくないのでスッと入ってくる感じがするのが、私が糸井さんの文章を好きな理由の一つです。でもう一つ紹介、この本から紹介すると、負けたことがないという人は面白くないという一文、本当はこの後にも5行ぐらい続いてるんですけど、この一文だけですごく心が楽になるような文章だと思います。私はあんまり順風満帆にはいかないことの方が多いので、時には後ろ向きになりたくなるような時もあるんですけど、そういう状況を前向きに捉えようかなと思わせてくれるような文章で、私はすごく助けられています。で次に抱きしめられたいという本からもちょっと紹介すると、これは2016年の本ですね。これは54ページから55ページ目、近況について書かれているところで、私も YouTube とか Instagram で試験前で緊張していますっていうコメントをたまにいただくことがあるので、ちょっと今ここで緊張関連ということで紹介したいと思います。その時に緊張感があることは実はいいことなのだと思うのだ。生きていてチャレンジしているからこそそんな風な部に立っているということなのだ、というふうに書かれています。これは2ページにわたって長めに書かれています。これもね、緊張という一見ストレスのかかるような状態を前向きに捉えれるような言葉だと思います。でこの必ず先に好きになる動物からもちょっとだけ紹介します。これは糸井さんが以前一緒に暮らしていたジャック・ラッセル・テリアのブイヨンちゃんというワンちゃんがお空に旅立ってしまった
年の本なので涙が出る言葉が多い一冊です。私もね、去年大好きな愛犬とお別れしたので本当に共感する言葉が多かったです。犬に限らず動物が大好きな人とか愛する存在とのさよならを経験した人には特に読んでほしいなと思う一冊です。もちろん他の本と同様犬のこと以外の言葉もたくさん詰められています。でこの中で一個だけ紹介すると、カルピスを作って氷を入れてゆっくり飲んでいるうちに氷が溶けて薄まっていくじゃない、それはそれで美味しいんだよね、悲しみとかもあんな風になっていくんじゃないかな、という文章があります。これはもう深くは今は語らないですけど、すごく糸井さんの柔らかさがとても伝わる温かい言葉だなと思います。という感じでまだまだ紹介しきれないほどたくさんたくさん味方になってくれるような言葉があります。このシリーズは表紙や中のページの質感も一般的に売られている書籍とは違う紙で作られていて、割と傷つきやすかったり日焼けがしやすい素材なんですけど、それも含めて経年劣化も楽しめて、より一層手元に置いて大切にしたくなるような質感なのもおすすめポイントです。一般的な書店にはあまり売られていなくて、基本的には保護日ストアで私は買っています。たまにロフトだったり雑貨屋さんに置いてあるのも見たことがあります。ちなみにこのシリーズには一冊一冊に糸井さんの謎の手書き風メッセージのハガキみたいなものがランダムで入っているので、それを集めるのも楽しいです。で、こっちがこの小さい言葉シリーズの中からさらに言葉を抜粋したボールのような言葉シリーズです。今3冊出てます。これは文庫本サイズで普通の書店でも売られていたと思うので、もし気になった方はまずここから入ってみるのもいいかもしれません。長々となってしまいましたが、いかがでしたでしょうか。小説やエッセイではないですが、糸井さんの言葉シリーズは絶対に皆さんにお勧めしたいなとずっと思っていたので今回紹介させていただきました。気になった方がいたらぜひお手に取って読んでみてください。そして皆さんが読んでみて気に入った言葉があったら教えてくれると嬉しいです。それでは今回の本紹介は以上です。ありがとうございました。